おはようございます。2012年4月2日月曜日6時5分になりました。4月の2日ということで、今日から月曜日新しい1週間始まります。昨日はねエイプリルフールということで、Google とかいろんなところが、エイプリルフール企画のことをやってたようですけれども、ちょっと私は昨日はなんかね、バタバタしてて、あまり実はそういうところ見てなかったんですけど。さて、どうだったでしょうか。そういうイベントも世界的にいろいろやって、ちょっとね、息抜きというか、楽しんでみるのも良かったんじゃないかなと思いますけども。さて、今日はですね、Cネットジャパンから、ちょっとニュースではないんですけれども、ちょっと面白いツールの紹介されてたんで、それをちょっとピックアップしました。ウェブサービスレビューということで、ウェブページを1枚の画像でキャプチャーする、キャプチャーフルページというサービスです。で、これはもう今読んだ通りで、これウェブのサービスっていうところが面白いんですけども、ホームページですね、ウェブページをですね、そのキャプチャーしようとすると、縦に長いページがあったりするとですね、それをそのキャプチャーするのに、全体をですね、キャプチャーするのって結構実は面倒っちいですよね。その印刷というか、その1枚のページで長くこう、イメージとして印刷してそれを取り込んでとかいうことができるんです。まだちっちゃく縮小してですね、でそれで貼り付けるみたいなことをやんなきゃいけないね。結構うざったいということなんですね。でそれでいろいろそういうサービスもあるんですけども、なかなかそのイメージ全体をうまいことこう取り込んだりとかですね、あとはそのあっても、フォントの関係とかでいろいろこう文字化けしたりとかいろいろあったりとかするんですけども、でその辺をですね、このキャプチャーフルページって、ここがあのページのメインのところな、あのサービスなんですけど、ここにURL って書いてあるように、ここにですね、そのキャプチャーしたいページの URL を彫り込んで、でそうか、これこっちの方見えてないですね。よいしょ、ずりっとこっち行くと、ここにテイクスクリーンショットって、これをプチッとクリックすると、全体を表示してくれると、画像にしてくれる。ちょっと時間はかかるんで、事前にですね、私のこのホームページのこういうドワーッと、実はですね、こう長いんですね、これ私のページって、でこのページをですね、さっきのキャプチャーフルページのところにURL を彫り込んで、事前にやってみました。そうすると、こういうふうに、わかりますかね、この長いページが1枚の画像としてこうね、表示されてるんですね。で、これを、あとは、ダウンロードできるようになってて、こっちにですね、その右側に、フルページとかで、幅を1280ピクセルか1024、800、640とか、横幅をですね、いろいろサイズを決めることができて、でそれでキャプチャーすることができます。このアイコンで80の幅とかね、こんなのがあるのが非常に面白いですよね。だからプレゼン資料とかそういうのを作るときとかね、いろいろ使えるので、これは覚えといてもいいんじゃないかなという気がします。でこういうイメージ画像としてこうね、置いとけるというのは非常に何かと説明するのにいいんじゃないかなと。結構ね、プレゼン資料を作るときにそのキャプチャー画像を撮るのって結構うざったい。で特にその
でっかい、画面でね編集してたりするのはいいんですけども、ノートパソコンとかで資料作っている時とかだと、このね全体こういう長い画面の時とか全体をですね撮ろうとすると結構うざったいで、縮小しても文字はちっちゃくなるんですけど、画像のとこがねうまいことちっちゃくならなかったりとか、レイアウト崩れたりとか、結構ですねめんどくさいんですね実際やってると。これはちょいとですね資料作りには便利なんじゃないかなということで、ちょっと紹介してみました。キャプチャーフルページというところです。またそういう時に資料作ったりとか、そういう時に使っていただければなというふうに思います。さて、そんなところで今日はですねちょっと便利なツールみたいなものを紹介してみました。いかがだったでしょうか。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。